ラピードはイギリスの高級スポーツカーメーカー、アストン・マーティンが2010年から製造・販売している大型高級5ドアセダンである。2009年9月のフランクフルトモーターショーで発表され、2010年第一四半期に製造開始、第二四半期に販売開始される。2006年1月の北米国際オートショーにおいて先に公開されたコンセプトカー。 ラピードコンセプトの市販版に相当し、本格的な開発は2007年6月に開始された。エンジンの製造は、ドイツのケルンにある、アストン・マーティンエンジン工場で行われるが、英国本社、ゲードン工場の生産能力不足のため、現在最終組み立ては、同社の提携企業であるマグナシュタイヤの、オーストリア・グラーツ工場で行われているが、英国本社、 ゲドン工場の拡張により2012年後半からその他のスポーツカーモデルと同様英国ゲドン本社工場での生産に変更される。なお、社名のラピードは1961年から1964年まで製造された同社の4ドアセダンであるラゴンダ・ラピードが由来となっている。DBQ と基本的に共通となる オールアルミニウム製の V 型12気筒5.9リットルエンジンが搭載され、パドルシフト付きの ZF 製6速 AT タッチトロニックにが組み合わせられる。最高出力 477PS、最大トルク 61.2kgfm、最高速は時速 296km、0時速 100km 加速は5.2秒を記録している。 フロントミッドシップ、後輪駆動のトランスアクスルが取られており、他のアストン・マーティンのモデルと同様にアルミニウム製のスペースフレームである VH プラットフォームが採用される。それにより、前後重量配分は49、51を実現している。サスペンション形式は、前後ともダブルウィッシュボーン式であり、ショックアブソーバーのセッティングを路面状況に応じて変える。 アダプティブダンピングシステムが採用されている。タイヤには、フロント245、40R20、リア295、35R20 の、ブリジストン製ポテンザ S001 が装着される。リアゲートを持つ5ドア車であるがキャビンは小さく、またピラードハードトップのクーペ風デザインがなされている。また、3代目 V8 バンテージや DB9。 DBS などと共通のテーマを持たされており、アストン・マーティンのアイデンティティが表現されている。4枚の前後ドアは園石などへの干渉を防ぎ、車内へのアクセスをしやすくするために、14度情報に開くように設計されたスワンウィングドアが採用されている。インテリアでは、独立4座のシートが採用されており、後部座席については、左右独立での電動ホールディングが可能となっている。 ナビゲーションシステムの他に、全席ヘッドレスト部分には液晶スクリーンが、スタンダードモデルにはオプションで装備され、アストン・マーティンとバングオルフセンの共同開発となるオーディオシステムは標準で搭載される。ありがとうございます。